日本埼玉県秩父郡東秩父村御堂御堂は、埼玉県秩父郡東秩父村の大技。郵便番号は355-0375。東秩父村中部に位置する。南西で港にと、北西で坂本と、北東で奥沢と、東で阿戸と、南で、引き群小川町腰越,越と隣接する。障子として、御堂、ケ川に下に、有地が、 沢、河堀、川下、川上、萩平、白山が挙げられる。大部分が山林であり、月川沿いに水田が点在する山村である。北端を投流する、月川沿いと中央部を北流する、月川支流萩日川上流の山地斜面に民家が散在する。東秩父村の行政上の中心地であり、村役場をはじめ各種行政機関等が集中する。 古くは、大河原村と称したが、後に、御堂村と名を変えた。縄文時代ばや、中期、平安期の集落跡、清正鉱山山頂遺跡、平安期から鎌倉期にかけての住居跡である、大河原市や方跡,跡が残る。古くは、玉川領大河原里に属したとされる。江戸期初めは、天領とされたが、 天明8年からは一部が旗元・天宮市の事業となり、完成10年からは旗元・天宮市と、旗元・亀石氏の愛 q になったとされる。武蔵田園墓によれば、村高は286国余り、他に上船約3巻200分、元六号町によれば357国余り、天保号町によれば367国余り。休校給料取調部では、 秩父軍大、木村飛騨主支配として340国余りが、常連事業として20国が計上されている。御堂村は、分水嶺の東側にあるが、秩父軍の軍艦に属する外秩父15河村の一つに数えられている。明治時代に入り1884年4月1日、町村聖志向に伴いこの秩父軍、御堂村連合古町役爆域の三家村は、 合併して、大河原村となり、御堂村は、大河原村の大技御堂となった。村役場は御堂に置かれた。戦後の1956年には、大河原村が、月川村と合併し、東秩父村を新設、東秩父村の大技となったが、村役場は引き続き、御堂に置かれている。1947年のキャサリン台風で被害を受けた。またしばしば逃走害。 障害を受けている。鎌倉時代末期の昭和年間に、大河原上次太郎光沖が、大団落ちとなって、日蓮のおかげを安置する、北家堂を創建したことにより、御堂とした説と、かつて、大内沢に御瑠となった巫女が埋葬された御堂があったことから御堂とした説とがある2015年10月1日、現在の世帯数と人口は、以下の通りである。市内に、 鉄道は引かれていない。バス路線を使って小川城駅及び、よりい駅が利用できる。東秩父村役場。ありがとうございます。